竹崎行くね、はい。はい、今日のスプリント練習ですね。で前回同様ちょっとね、追い込んだんで、これ今までの練習をね、だからここはドリル2本 と、ダッシュ2本を交互にやってます、ね、でドリルは次 の、 2本のダッシュに行かせれるようなドリルをね、まあ、ブレストの方は2回キックを打って1回テーパーとかね、そういったキック打ちながらスカーリングで進んでいくとか、こういうのをねしっかり と、やって、呼吸をこれはねしっかり整えてくださいね、はい。でこれ40秒サークルで今日12本いってます。ほんでダッシュの1本目は真ん中までの、ダッシュ、スイムダッシュで組み立ててます、はい。だからスタートの出だしのねスプリント力ですよね、これを、養っていってます、はい、ね、はい。で偶数は、今度は真ん中からね、真ん中からのダッシュね。でこれはゴールタッチ局面、ラストスパート局面ですよね。これを、強化するために行っています。はい。だからここはゴールタッチをバスッときっちりバスッとねつくようにね、流すとかね、ゴールタッチをつかへんとか、平泳ぎの人やったら。片手タッチになるとかね、そういうのを、まあ、ないように、だから 今説明しとって、片手タッチやかんねん両手でタッチして今ここはゴールタッチをね養うとかやからね、はい、手でタッチでええよ、ここは別に、はい、なんもそんな前回りせえ言うてへんから、はい、さっき前の練習の時は前回りいるけど、今日はあれ大丈夫やから、はいはい。でまあドリルもしんどいっていう人はこういうホームでもいいと思いますね、バックのねホームとかね、はい。まあこのドリルをやったら次ダッシュした時に調子がいいぞっていうね、そういうドリルをね選んでもらったらいいと思います、はい。でブレストでね、こうやって上向きキックとかね、こういうのも結構有効ですよね。はい。ただ、まっすぐ、まっすぐ泳ぐや。まっすぐ、まっすぐ。まっすぐ泳いでや。まっすぐ。まっすぐ。はい。はい。で、バックとかね、泳いでますよね。はい。はい、でドリル挟んでダッシュね、かましていきます、はい。はい、でこれも一緒ですね、出だしのスプリント力を鍛えていってます、はい。で次正面から取りましょうかね、ゴールタッチ局面なんで、ね、はい、ここは出だしのねスピードね鍛えてます、はい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 、ゴールタッチバスッとね最後ね、はい、オッケー、いける、大丈夫かはい、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 よいしょ、ちょっと上げといてや、タッチつきに来るからね、はい、オッケー、よし、この感じで、はい、これを今日は40秒サークルで12本いってます、はい。